売れない絵の中にこそその作家の真実が詰まっているのかもしれません。そんなわけで今日は朝から売れなそうな絵を描き始めています。天気が良かったのでちょっと外で売れなそうな絵を描いてみることにしました。こんにちは、粟田洋介です。同じアーティストが描いてるのに売れる絵と売れない絵っていうのがありますよね。自分の描いた作品を販売しているので、どういう絵を描けば売れるようになるのかっていうこともたくさん考えて努力しています。ただ私はアーティストとして売れない絵も描いていった方がいいと思っています。そんなわけで今日は売れる絵っていうのはどんな絵で、売れない絵っていうのはどんな絵なんだろうっていうのを考えていきたいのと、なぜ売れなそうな絵も描いた方がいいのかっていうことをお話ししたいと思います。まあこんな感じで売れない絵を描いているんですけど、もうすでに売れない要素を描き始めています。それは何かというとモチーフですね。コミカルな感じではありますが、裸の男が出てきています。裸の男なんていうのは売れないモチーフの代表的なものの一つなんじゃないかと思います。困ったことに私はあんな感じで裸の男をコミカルに描くのが大好きなんです。まあ私のくだらないユーモアのセンスですね。まあそんなわけで、あるタイプの絵がどうして売れないかっていうことを考えると、売れない絵の反対は売れる絵ですから、売れる絵っていうのは何かっていうことも分かってくるかもしれません。でもそれは私が売れない絵を描いた方がいいと思っている理由とは関係ありません。売れる絵のモチーフっていうのがあって、その代表的なものがお花、風景、動物、それから人物の絵を描くとしたら女性の絵の方が人気があるようです。そんなところからして裸の男の絵なんていうのは最悪なわけです。まあそれを置いといて、私の描いている絵で一番売れるのが猫の絵です。まあ動物の絵ですね。でも特に狙って猫の絵を描いてるわけじゃなくて、単に私は猫が好きなので猫の絵を描いてるというだけです。お花、風景、動物、そういった絵を描いたからといって売れる絵になるとは限りません。私がもしお花とか風景の絵を描いたからといって売れ筋の絵になるとは思えないんですよね。まあもちろん売るためにモチーフを選ぶっていうこともありだと思うんですけど、それ以上に自分が描きたいものを描くということの方が大事だと思います。その方がいい絵が描けると思うし、もしその中にこういった売れ筋のモチーフっていうのとその自分が描きたいものが重なれば、売れる絵につながっていく可能性もあると思います。ただ売れるモチーフっていうのも例外があって、男性の裸を描く人気のアーティストっていうのも存在しますし、お花、風景、動物、女性の人物画、そういったもの以外の売れ筋のものもあるはずです。なのでこういったモチーフっていうのは参考になると思うんですけど、これを描かなきゃ売れないっていうことはないと思います。嬉しいことに数えるほどではありますが、男性の裸の絵っていうのもご購入いただいたことが何度かあります。その他売れる絵、売れない絵っていうのはどんなものがあるんですかね。ちょっと考えてもう少しお話ししていこうと思います。線で絵が描き終わったので、今度はここにワッシュで簡単に色を塗っていこうと思います。で、売れる絵の要素、売れない絵との違いは一つだけ。それは売れる絵っていうのは人がお金を払って欲しいと思うものです。そして売れない絵っていうのはお金を払って買いたいと思わない絵です。それは当たり前のことなんですけど、この当たり前なことが私を含めた多くの人にとって難しいことだと思います。なぜかというと、売れる絵っていうのは素晴らしい絵で、売れない絵っていうのはそれ以下の絵だと思っている人が多いんじゃないでしょうか。過去の私もそう思っていました。
ちょっとこの話別の動画でもお話ししたので、その時と違う例でお話ししたいと思うんですが、買いたいとは思わないけど、見て面白いとか、感動したとか、素晴らしいと思うっていう絵はたくさん存在します。例えば美術館に飾ってあるたくさんの絵、すべて素晴らしい作品なんだと思います。本当にたくさんの方が美術館に絵を見に行くんですが、その絵を買いたいと思う人ってどれだけいるんでしょう。中にはいらっしゃると思うんですけど、そんなにたくさんはいないと思います。なぜならば、見て楽しむ作品と所有したい作品っていうのは同じではないからです。人が絵を買う理由っていうのは何でしょう。例えば、この絵を家に飾りたいとか、家じゃなくてオフィスでもいいし、お店でもいいし、どっかに飾りたい、そう思って購入したりとか、もしくはこのアーティストの作品を所有したい、コレクションにしたいとかね、誰かにプレゼントしたい、そういう場合もあると思うし、将来価値が出そうだから投資として買っておこうとかね、他にも理由があると思うんですが、今私が思いつくのはそのぐらいです。違う理由があるっていう方はぜひコメントで教えてください。ぜひ知りたいです。その購入したいっていう理由のどれにも当てはまらない作品、それが売れない絵です。だから誰も買わないんです。しかしそれがレベルの低い作品かというと、そうとも限らなくて、ちょっとこれは家に飾りたくはないけど見るのは楽しい、買いたくはないけど見るのはいいなとかね。つまり売れる作品が描きたかったら、人が購入したいっていう理由を考えるといいと思います。まあね、描いてるとね、そういうこと忘れちゃうんですよねただ人が絵を飾る理由って言ったら、インテリアとしてお家に合っているとか、まあ絵を見ると癒されるとか、そういう感じなんじゃないかと思います。なのでお花、風景、動物、そういったものっていうのは癒しを提供してくれるものなので、そういうものが人気のモチーフになるんじゃないかと思います。それから売れる絵も売れない絵も、人が作品を好きになるのは、その作品に自分に共感するものが何かあった場合ということを聞いたことがあります。例えば猫好きの人だったら猫のモチーフがすごくいいと思ったりとか、あとは自分が母親だったら赤ちゃんを抱っこしている女性の絵がすごく親しみがあったりとか、まあ、風景とかも自分の故郷にそっくりだったりとか、あとはどっか行った時の思い出だったりとか、まあ他にもいろいろあると思うんですけど、人が一つの作品を好きになる要素っていうのはそんな感じでいろいろあると思います。ちょっと抽象的ではありましたが、私の考える売れる作品と売れない作品の違いっていうのはそんな感じです。特に絵を描いてる方にお伝えしたかったのが、売れない作品イコールダメな作品じゃないということです。売れる作品よりも売れない作品の方が名作だったりする場合も多いと思います。なぜなら動画の最初にも言ったように、私は売れない作品の中にこそ作家の真実が詰まっているんだと思っているからです。私が売れないだろうなぁと思っててもそういった作品を描き続ける理由っていうのは、売れる売れないっていうこと関係なしに、アーティスト芸術家としての自分を高めていくためです。ただ私もどうしても売れそうだなぁと思う絵を描きがちになります。まあその作品が売れるとは限らないんですけどね。まあビジネスとしてアーティストをやっていれば、何が売れ筋なのかを考えて、そういう作品ばっかり描くっていう方が合理的だとは思います。それでうまくいってて幸せな人はそれでいいと思います。でも私の場合はそれをやっていると何かが足りないような気がするんですよね。何かが満たされないんです。売れるとか売れないっていうことを考えないで、自分がいいと思う作品を制作している時っていうのはものすごい充実感があります。売れない作品の中に作家の真実が詰まっているっていうのはそういうわけで、自分の真実を全て作品に表現する、そういった作品を作るっていうことがアーティストにはとても重要だと私は考えています。まあ他のアーティストは知りませんが、私にとって重要だと思っています。まあ売れ筋となった自分の作品っていうのも自分の想像で作り出したものですから、自分の真実が詰まっていると言えます。売れ筋の作品っていうのは、売れない作品を描いていたからこそ自分が想像することができたものです。なので売れる作品は売れない作品の分身だと私は思っています。なので売れる作品も売れない作品も関係なく、
自分の作品であり、自分の一部のような気がしています。人が作品を見て好きになったり嫌いになったりするのは人間関係と似ているような気がします。人にはいろんな部分があって、今描いてる絵みたいなくだらない冗談の好きな私もいれば、猫とか動物が好きな私もいます。その他、私はいろんな側面を持っています。私だけじゃなくて、人っていうのはいろんな側面を持ってて、いい部分、悪い部分というか、好きな部分、嫌いな部分、そういったものをみんな持ってて、まあその全部を好きになれるっていう人もいらっしゃるかもしれませんが、私は全部好きになるっていうのは難しいと思います。なので一人のアーティストが表現するたくさんの表現、それを全部好きな人っていうのはそうそういないと思っています。なので私の一つの側面がその売れ筋の表現をするとして、また別の側面が売れない作品を作り上げるんだと思います。だから一人のアーティストが作ったものでも好きなものと嫌いなものがあるんだと思います。そういうわけなので、まあ売れ筋だからといって一つの側面だけを表現してそれだけ書いてると、まあそれが人間関係だったとしたら、自分の一面しか人に見せないでそれ以外の部分を隠して生き続けるっていうことになります。それが社交の場だけだったとすればそれでいいんですが、家に帰った時、一人になった時までそれ以外を消して生きてたとしたら、多分おかしくなるんじゃないかと思います。例えば人と違うユーモアのセンスを持っていて、多くの人に冗談を言うとそれを分かってもらえず非難を浴びてしまう、人から嫌われてしまう。そうなったら面白いと思うことを我慢して言わないようにしますよね。でも友達の一人ぐらいは自分と笑いのセンスが合う人っていうのはいると思うんですよね。もしくは自分がすごく好きなコメディだったりとか、そういうのもあると思うんですよ。そういうところで楽しむ、そういうことをしないでいつも真面目を装ってたら多分おかしくなるんじゃないかと思うんですよね。売れない絵も描くっていうことはそれと同じようなことだと思います。そして表現の幅っていうのもいろんな側面で、売れても売れなくても自分が思いついたこと、それを表現し続けるっていうことはアーティストとしての表現力の向上にもつながると思うし、アーティストとしての幸福感も高まると思うし、売れない絵っていうのも描いた方がいいと私は思います。まあ私が思うだけで全ての人に当てはまるとは限りませんけどね。私には夢があります。それはこの私のくだらない絵がたくさん売れるっていうことです。ただその夢を実現するにはやっぱり描き続けなきゃないんですよね。今現在売れ筋の絵だからといって、まあ売れ筋だと思ってる絵をたくさん描いてそればっかり世に出していては、私の別の側面、そういったものを見せる機会がなくなってしまいます。ということは誰もその作品を見ないということになります。しかも私もその作品を作らないってことになると、どうしたらその私の夢が実現するというのでしょう。ただ誤解していただきたくないのは、今売れ筋になっている作品、そういうものをご購入いただいたりとか喜んでいただいているってことは私はすごく嬉しいです。そっちの側面の私をもっと知ってもっと楽しんでいただく、それも私の夢の一つです。なので私の作品をお楽しみいただいている皆様にはとても感謝しています。そしてすごく幸せに思っています。ただ今誰も喜ばなそうな作品っていうのも描いていきたいと思っています。そういった絵を描くことが今売れ筋の作品の成長にもつながるんだと信じています。売れるとか売れないとかってビジネスの面ではものすごく大事なんですけど、アーティストとして、まあ一人の人間として大事になってくることはそれだけじゃなくて、アート、芸術っていうライフワークを楽しく幸せに続けていくことなんじゃないかと思っています。こんな感じの作品が仕上がりました。タイトルはお尻のメガネです。私はたまに寝る前に絵を描いていて、ちょっとの間あんまり描いてなかったんですが、最近少しずつ寝る時に絵を描き始めて、でこの絵には元の絵があって、これですね。まあほぼ同じような感じなんですけど、ちょっと大きく描いて色を塗ってみました。結構いつもこの YouTube で見せてる作品と違う感じの絵もたまに描いてるんですが、多分私は癒し系の猫の絵を描いているアーティストというイメージがあるんじゃないかと思います。そのイメージっていうのは多分大事で、
まあ今日描いた絵とか裸なんですけど、裸っつってもこんなふざけた絵だし何の害もないと思うんですけど、アーティストのイメージっていうのは大事なんだなと思うので、陽介あわたエロティックアートっていう YouTube チャンネルと Instagram の別のアカウントがあります。私には子供に見せても安心なエロティックアートっていうコンセプトがあります。まあ裸とかが出てきてもこれはユーモアって感じですね。コンセプトって言ってもまあ自然にそうなっちゃってるだけって感じなんですが、よかったら覗いてみてください。下の概要欄にリンクを貼っておきます。そんなわけで今日はこんなくだらない絵のためにたくさんお話をしました。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。